皆さんこんにちは、今回何か言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方からある件に関して、言及してくださいということで、要望いただきまして、その件に関して、言及させていただきたいと思います。文章読ませさせていただきたいと思うんだけど、これ秋平さんこんにちは、よかったら言及お願いしますということで、このデモ、このデモっていうのはいわゆるクルド人が、渋谷署の警察官に、職務質問をね、言われてそれに対して拒否して、それで結局、結局押さえつけられたという件、これに対してデモということで行われたわけだけど、これに関してね、このデモに関わった LGBT 活動家の石川大我議員などはアンティファや共産党などの暴力系局者とあまりにもつながりがあると思いませんか。最近元電通社員の松中権氏などが、LGBT 控除も LGBT 向けに、減税をなどと言っています。海外の LGBT 活動家と比べて日本の LGBT をどう考えますかということで、一般の LGBT 登場者は、活動家を支持したいもたくさんいますということでね、あります。この件に関してですね、自分の中でこの LGBT、ね、の人結構います。 L がレズビアンね、で、G がゲイ、B がバイセクシャル、T が、トランセクシャルかな、トランセクシャルって確かね、で、その中で T もいますね。 L も、L 以外は全部います。だからレズという女性が直接会ったことはないんですよ。 G、ゲイの人とかバイとかね、 T の人はね、会ったことあるんですよ。で、このチャンネル見ていただいてる方の中に結構その L の人は俺知らないんだけど、 GBT の人は結構いるんですね。GBT の人はね、なので、自分はね、そういう例えば LGBT とかの人々に対して全くそういう偏見っていうのはないです。で、なんかね、例えばね、懇親会とかやるじゃないですか。そうするとね、なんだこの人 G だな、いやこの人 B だなっていう人は分かるわけですね。 T の人は直接懇親会になったことないんだけど、 G の人はね結構いますね。直接お会いした方もいらっしゃいますけど、絶対そうだなという人います。で、例えばね、タイの、バンコクからパタ行くときなんかも、あの人は G だったかな、 B ではないな、 G の人ね、ゲイの人だったんだけど、日本人でね。で、なんか最初見た感じがなんかすごい、普通の男の人なんだよね、50過ぎてる。で、なんかちょっと話してるうちに、あれなんかちょっと話し方がちょっと違うなと思ってて、気づいた、やだみたいな感じで、その感じ言ってね、そう、やっぱそうですよね、つって。ゲイの方ですかつったら、そう。そうだわよ、みたいな感じ言ってね。なんかゲイタウンがこのパテにあるって言ったんで、そこになんか遊びに行くとは言ってましたけどね。そんな感じで。だから、自分なんかも結構ね、パッポンあたりの、ゲイバー通り、自分は決して、G でも B でも T でもないんだけど、T はこれ見たらわかるか。で、なんだけど、でもやっぱりどんな感じがあって、社会の調査って行ってますので、その中でもちろんそのゲイバー通り行って、ゲイバーのね、ゴーゴーバーのね、男版、ゴーゴーボーイなんかも行ってね、ちょっと調査させていただいてたんだけど、そういうところを楽しい動画をね、楽しくしてる動画アップすると、自分がゲイだと思ってね、で、結構ゲイの方がそれから視聴者増えたなって感じはしたんだけど、全くもってそういう偏見というのはありません。で、今回の件に関しては、LGBT が少なからず絡んでるということでね、これ例えば、アメリカにおいてもね、黒人警察官がね、白人警察官によってね、殺されてしまった件があります。それが、発端となって、ね、全米でデモを起こって、アンティファなどね、そういった極左集団が、暗躍しているのも、これまた事実なんですね、左派のね。で、その中で、今回、クルドの問題でね、クルド人がの問題で職務質問を、ね、拒否した、これ、拒否しちゃダメですからね、それは拒否して、で、アメリカのようにこんな感じでやってるわけじゃないですからね、怪我をさせてるわけじゃないので、そこら辺がまっとうに、警察の方は職務を遂行されてるんだけど、その中でね、あのような形で、デモを行っていたわけだけど、その中にはもちろんね、左翼の方々ね、結構いらっしゃるんですね。これはいわゆる差別利権というのがあります。差別ね、差別利権というのは自分たちが差別されてるっていう人たちがいて、それらがやっぱり連携して、ね、手を取り合って、言ってるのは事実なんですね。例えばこれだけの団体だってなかなか集まらないから、じゃあみんなが差別されてるっていうふうに団体が活動してる人たちが
一緒になってやるわけですね。だからそういったところの連携があるわけです。ただまあ、海外に比べて海外の LGBT の人は結構やっぱりそういう左派的な活動家が結構多い、比率的には多いです。でもこれ全てじゃないですよ。あの自分が実際海外でもそういう LGBT の人たちもよく会ってるんだけど、それでもみんなそうじゃないな、そこら辺も勘違いしていただきたくないんだけど、日本の LGBT は、どう思いますかっていう、まず LGBT に関しては私はそういうあの決して偏見とかはないですしね。で、活動家ということで支持しない人がいる、それも事実でしょうね、うん、なのでそこら辺を思って、例えば LGBT 全てをね、例えばそれでもってなんかもう、ね、少なからず、ね、それに参加してる人がいて LGBT の人たちを全てそういう風に見ちゃうのもまたおかしいのかなって正直思うところなんですね。はい、と言っても俺はゲイとかではないんだけどね、またこういう風に言うとなんかゲイじゃないですかって言われちゃうかもしれないんだけど、そうではないんだけど、というところです。だからまあ例えばね、まあアメリカ CIA、 例えば保守を名乗ってる人々の中にね、まあ本物の国士っていうのは、例えばまあね、そういう外国に対して語尾を売らない、これ全ての国に対してね、朝鮮半島とか中国大陸、ロシア、そうじゃなくてアメリカに対しても強くものを言える、これが本物の国士だと思うんだけど、保守と呼ばれてる人の中にはどうしてもやっぱアメリカ派、アメリカの CIA とかアメリカの共和党ね、共和党なんかとつながっている人々、もしくはイスラエルとかね、そういったところとつながっている人々が結構多くいるのが実情なんですね。その中でそれらが本物の国士かって言ったら微妙な点であって、でそこのところにいわゆるその保守層に入り込むアメリカ派のいわゆる人間がいるのもこれまた事実なんですね。それはやっぱり共和党とつながってるっていうね。だからそういったところってのはね、結構政治の世界を調査していくと、まあこれはいわゆるその左右いろいろと見ていくとね、やっぱりいろんなものが見えてきたのかな、見えてくるのかなって感じがします。外国勢力つるむっていうのはこれは、あんま変わらないっていうかね、両方ともね、同じだなって正直思うところです。ということでまあ今回ね、視聴者の方から、質問いただきまして LGBT に関してということでねやってます。ただこのね、電通の方、元電通社員の方が LGBT 工場を LGBT 向けに減税をっていうのはこれはおかしいですよね。だって LGBT の人だけ特別扱いっていうのはそれはまたおかしいな話で、それが逆にまた差別を生むわけであって、それはやっぱりおかしいと思うところです。ということで今回ね、まあ、この件に関して言及してくださいということで、言及させていただきました。皆さんも何かね、海外のこととかで何か、質問がありましたら、このような形で回答させていただきますので、ね、どうぞ、質問いただければと思います。それともに、まあ、チャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。